はい、リコと申します。よろしくお願いいたします。この動画は科学者シリーズのまとめ動画になっております。今回はですね、第6回目から第10回目の科学者を紹介していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、ということでですね、第6回目は正しい医療でも医学界の権力者たちに迫害された放浪の医者であるパラケルススについてお話ししていこうかなというふうに思うんですけれども、パラケルススはスイス出身の1493年11月11日生まれになります。で、多分パラケルススっていう名前でが通ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、本名は一応あります。テオフラスティス・ボンバンスティス・フォン・ホーエンハイムっていうふうに言っているんですけれども、その長いです。で、パラキルススはなんかペンネームみたいだったらしいんですよね。なんですけれども、多分パラキルススって通っていうのが一番言われてるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ本名の方にですね、ホーエンハイムっていう風に言っているんですけれども、実はなんかこれそんな確証はないんですけれども、鋼の錬金術師っていう漫画があるじゃないですか。それの父親がですね、ホーエンハイムっていうんですけれども、多分このパラケルススから取ってきたんではないかなっていうふうに思います。確かそんなのなんかで読んだ記憶があるんですけれども、で、パラケルススっていうのはですね、医者であり化学者、科学者であり錬金術師だっていうふうに言われてるんですね。で、この当時まだ錬金術師っていうのはまあ広く言われていて、で、まあ錬金術師でいくと最後の錬金術師って言われてるのがアイザック・ニュートンなんで、ニュートンは1700年代に亡くなっているんで、まあ、その当時まで、その時までは錬金術師っていう風なので活躍してた人もいたんですけれども、じゃあパラケルススは何をした人かっていうと、まあ医者なんですよね。で、どんな医術を生み出したかっていうと、医科学の祖っていう風にパラケルススは言われてて、で、その当時ですね、病気した人なんで、どんな症状にでも、万病薬っていうのがあって、で、まあ頭痛だって言ったらこれ飲んどけ、腹痛だこれ飲んどけとか、めまいがこれ飲んでけみたいな感じで、どんな症状でもその薬を与えとけばいいだろうみたいな感じだったんですよ。で、それって今だと全部歯が痛い、膝が痛い、腕が痛い、肩が痛い、お腹が痛いって吐き気がするとかって全部同じ薬っていうことはありえないじゃないですか。でもありえないことが昔は起こってたわけで、で、そのパラケルススは主張するんですよね。病気に合わせた医療をすべきだっていうふうに言うんですよ。で、これが今だったら正しいってわかるんですけれども、当時の医者からは激しい憎悪と反発を買ってしまうんですよ。万病薬があるのに、それに合わせた治療すべきだっていうことは、なんていうことじゃみたいなふうに言って、で、怒られるわけなんですよね。で、なんで結構その批判が強くて、で、まあ一箇所にはとどまることもできなかったんで、いろんなところを転々してたんで、放浪の、医者っていうふうにも言われてるんですけど、で、パラケルススはもう錬金術師って言われる、まあ今で言う化学ですねっていうのがすごい得意で、その医療にですね、まあ薬、主に薬なんですけれども、水銀とか鉄、鉛とか銅などの金属の化合物を医薬に取り入れたりするんですよ。なんで今まではですね、その当時は有機物のほか、有機物だけが薬だみたいな風に言ってたんですけれども、無機物を薬に入れていった。なんで医療と科学の融合みたいなのを進めていった人っていう風に言われているんですね。なんで
まあパラケルスズはそうやって主張して反感されるんですけれども、もともとですね、パラケルスズっていうのは激しい気性の持ち主で、歯に衣着せない発言などがすごい目立って、正確にはかなり難があったんで、穏便にはならずに、なんなんだって言われたら、なんなんじゃこりゃみたいな感じで、なんだじゃ合戦が繰り広げられたので、それもあって反感を買ったんですけれども、まあ、正しいことをしようと思って行ったら反感を買ってしまった。じゃあどうしよう、じゃあもう大学なんていいよみたいな感じで出ていくっていう感じですね。で、まあまあまあいろんなところで大変な思いをするんですけれども、まあ、途中ですね、やっぱパラケルスズの医療っていうのは素晴らしかった、その当時に素晴らしかったんで、どうやらパラケルスズの薬はいいらしいぞっていうのが広まっていて、お金持ちの人からは自分が囲ってる医者では治らなかったんで、パラケルスズに大金を払って見てもらったっていうのもありますっていう感じで、まあパラケルススはその大学だけにずっと留まってるんじゃなくて、いろんなところを旅して医療を、自分のものにしていったわけなんですよ。なんでその土地柄の医療だったり、そのいろんな医者以外にも、その婦人女の人とか妖術師とか、その医療っていうものにこだわることなく、いろんなところに行って、いろんな人の経験を聞いたり、自分も経験してそれで得た知識だったんで、まあ医療の技術っていうのはものすごかったんじゃないかなっていうふうに思われています。なんで、素晴らしい人ではあったんですけれども、まあなかなか評価されず、まあ結局その後年になって、実はすごい人だっていうのが知れ渡った科学者ではないかなっていうふうに思います。はい、で第7回目は戦場で医学を発展させた医者であるアンブロワズ・パレについてなんですけれども、パレについてはちょっとその科学者シリーズ第5回目と第6回目で紹介したお医者さんとはちょっと違うんですよねでパレはその戦場に出て、で戦場でまあ戦ってるところでたくさんの負傷者が出るわけですよ。でそれのその傷、まあ刺された傷とか潰された傷とかっていうのがあって、でそれで経験によって新しい治療法を発見していくっていうのがこのパレなんですよ。でパレの見どころはっていうと、パレは別にその裕福な家庭ではなかったし、そのお金があるわけでもなくて、大学に行ったわけではないんですけれども、幼少期にですね、理髪師の徒弟っていうのに、なるわけなんですよ。で徒弟っていうのは何かっていうと、この科学者シリーズで徒弟っていうのは何回か出てくるんですけど、職人になるために親方のものに弟子入りした年季奉公人のことを言うんですよ。なんでお金をもらいつつ、まあ、すごい安いお金になるんですけれども、まあ、弟子入りして、で師匠の下で手伝いをしながら技術を身につけていく人ですね。なんで師弟関係みたいな感じになるんですけれども、そんなパレはですね、理髪師っていう風の徒弟になるわけですよ。でこの当時の理髪師って言ったら、今現在日本では理髪店って言ったら髪切るところ、髭を剃ってくれるところっていうイメージなんですけど、この科学史においての理髪店っていうのはですね、まあ、髪切ったり髭を剃ったりもするんですけど、骨折、脱臼、あと損傷っていう傷を縫ったりみたいな感じの、傷を治療してくれたりっていう、いろんなことをしてくれたところなんですね。なんで
病院っていうよりかは、まあ道端で、怪我治してくれるところみたいな感じですかね。あと、シラクっていうのは、どうもしてたんですけど、シラクはですね、その当時、今ではやらないです。今では絶対禁止されてる、やってる人なんていないんですけれども、まあ、修道士の人によくやってた治療法になります。まあ、その白子についても詳しいことは、このパレの動画を見ていただければ、説明しています。なんで、そうやって、まあ、大学に行かず、その理髪店の徒弟として働いて技術を身につけて、病院とかで働くんですけれども、ある時にですね、戦争が起きて軍医として行くんですね。で、その時に、四肢切断する方法とかの技術を身につけて、で、その戦場で医療を改善していくんですよ。で、その、業績が認められて、その科学界の団体とかに、すごい認められて、で、しかも大学の外科学の博士号も取得するんですね。なんで、もう異例です。普通、今まで、紹介してきた医者とかっていうのは、ファレ以外のそのベサリウスとかパラケルススとかっていうのは大学の偉い人たちと反発し、すごい論争になるわけなんですよ。なんですけど、ファレはその今までやってきたことじゃないこと、新しい方法でたくさんの命を救ったんで、もう大学の権威の人たちね、お偉いさん方がもうファレすげえ、ファレすげえみたいな感じになるんですよ。なんで、ファレのそのやってきたことがあまりにも輝きがすごすぎて。で、まあ、もう、医学団体、外科医団体っていうのも、学歴がない人は絶対入れないわけなんですよ。そういう風な。もう、大学だけでやってきた医者たちはもう権威っていうのがね、一番あるんですけれども。そんな大学入ってないやつなんかに、みたいなのがあったんですけれども、パレはもう例外で、特別に許されたり、大学の外科学博士の、試験合格するんですけれども、その学がないって言ったら学がないわけですよ。で、当時の大学はギリシア語とラテン語が絶対できなければならなかったんですけど、彼は当然できなかったんですけど、もう、その試験の前にですね、答えを教えるっていうことが起こるわけなんですよ。なんで、もうすごいですよね。もうパレの人生を追ってて、一番のもうトピックス何かっていうと、試験の前に答えを教えて、その答えをそのまま書いて合格させたっていう。なんで、知識がないっていう風に、学がないっていう生き方なのになるのかな。今まで絶対必要だったっていう知識がないのに、それを飛び越えてパレっていうのはすごい人だったっていうことが衝撃的ですね。で、パレっていうのはですね、周りからは結構優しい外科医っていう風に言われていて、パレ自身はですね、まあ自分もそのもともと身分がすごい低くて、で、お金もなくて貧困に苦しんでいたっていうのもあるんですけれども、パレは治療をですね、その宗教の、その、例えばその当時カトリックとかプロテスタントの人がいるんですけれども、そういうその宗教にもかかわらず、貧富の差とか、そういうのを区別せずに、すべての人に平等に治療してくれた人なんですよ、パレっていうのは。なんでそういったところから優しい外科医っていうふうに呼ばれています。それで第8回目はですね、血液が循環することを証明した医者ということで、ウィリアム・ハービーっていう、医者になります。で、ハービーはですね、イギリス出身で1578年4月1日生まれの、お医者さんになります。で、その当時ですね、今では考えられないんですけれども、
私たちは当たり前としてその知識を学んでいるんですけれども、その当時は肝臓で発生した血液が体の各部分に移動してるっていうふうに考えられたわけなんですよ。でこれがですね、誰が考えたかっていうと、ガレノスっていうベサリウスの時かなで紹介したと思うんですけれども、その当時ですね、ガレノスっていう人が書いたガレノスの書って、これが100何年とかだから1000年以上前の人が書いたのを更新されず、その新しい知識が増えてるにもかかわらず、そのガレノスの書が正しいんだっていう、その古いやつをずっと使ってたわけなんですよ。でこれが信じられてて、その肝臓で発生した血液が体を移動してるっていう考えも、そのガレノスが、言ったやつなんですけれども、それを正したのがハービーなんですよ。でそれがその心臓から出てって送られて、血液が回って帰ってくるよっていう風に、言っていったのが、このハービーの血液循環論っていう風になります。なんで、で、ハービーのトピックスとしてはですね、どこが注目かっていうと、ハービーは結構順調に出世してるんですよね。で、まあ、最初開業医でっていう感じなんですけれども、それから王宮のジーダンに入って、で、まあ、王族の人たちの、その、体調を見る人になるっていうことは、かなり地位が向上していったわけなんですよ。なんで町医者から王様の健康を見る人になれたみたいな、寺院になれたみたいな感じですね。なんでただそれ順風満帆ではなくて、その間に戦争が起きたり、内戦が起きたりして、で、妻とか兄弟を失ったりっていうことはあるんですけれども、それでも研究し続けて、で今のところその医学に関するその血液の循環論もそうなんですけれども、発生学の研究をしたりっていう風にいろんなことをしてくれた人なんですよね。でハービーのですね、一番その私が結構影響を受けたというか、すごい印象に残ってるのが、ハービーってやっぱりガレノスの書と内容とは全然違うんで、かなり強い反発を受けるんですよ。血液は心臓から出て心臓に戻ってくるって言っただけで、いやガレノスは肝臓から出てるって言ってんじゃんみたいな、そうお前何言ってんじゃボケみたいな感じで、でも心臓からなんだよっていう風にすごい力説しても、やっぱりその当時の人たちはいや違うと、自分で確かめもせずに、いやそれは乗ってるのと違うから違うよっていう風に、反対してしたんですけれども、ただまあ反対する人はいたんですけれども、ガレノスの書を完璧に信じてない人はもちろんいたわけですよ。でそれのそのガレノスのに書に反対して、でハービーに対して味方になってくれる賛成派の人もその当時いたんですよね。でそれが結構まあハービーはイギリスなんですけど、オランダのその当時の外国人医師って言ったらオランダの医師の人が多かったんですよ。で最初は反発されたんですけれども、徐々にそのハービーの考え方っていうのは広まっていて、でまあヨーロッパ各地でですね実験が行われて、でガレノスの書ではこう書いてたけど、でも実はハービーの方が正しいんじゃないかなっていうのが徐々に広まっていったっていうのは、まあ最初のそのベサリウスの時とは違って年代がかなり後になってくるんで、ハービーの場合は。で徐々にその認められていったっていうのは、ハービーの人生としては良かったんじゃないかな。なんである程度その各地で実験をしてくれる人が現れたんで、
なのでハービーを支持してくれる人とか、その完璧に否定されたわけじゃなくて、徐々にハービーが生きてる時に認められていってよかったなっていうのはあります。そんな感じのハービーでした。はい、ということでですね、第9回目は4代にわたって観測を続けた一族の長ジョバンニ・カッシーニについてです。で、ジョバンニ・カッシーニはですね、1625年6月8日生まれの、イタリア出身の天文学者になります。で、科学史において天文一家っていうふうに言われると、やっぱりカッシーニ一族っていうのが出てくると思うんですよ。で、例えば数学一族っていうふうに言われたら、多分ベルヌーイ一族。なんで、なんでしょう、数学、天文学、まあ天文学の、なんでしょうね、なんて言えばいいんだろう、天文学の、まあ、名家みたいな感じなのかな。で、そのジョバンニ・カッシーニはですね、もともとイタリアで生まれるんですけれども、1673年にフランスに帰化するんですね。で、まあフランス、イタリア人だったんだけどフランス人になるみたいな感じですね。なんで最後はフランスの方で亡くなるんですけれども、まあその当時ですね、いろいろな天文学者がいたんですけれども、カッシーニはその中でも多分群を抜いて、優秀だったんではないかなっていうふうに思います。なので1669年にですね、ルイ14世がですね、カッシーニに対して地位や待遇などを用意してフランスに呼び寄せてくれるんですよ。で、有名なフランスのパリ天文台っていうのがあるんですけど、それが完成するとカッシーニが天文台内に移って観測を始めるんですね。で、天文台の、そのパリ天文台の初代台長はですね、孫なんですけれども、孫のセザール・フランソワ・カッシーニなんで、実はカッシーニ一族ってどういうのがいるかっていうと、まあ初代がですね、動画で解説したジョバンニ・ドメニコ・カッシーニなんですよ。で、その息子がジャック・カッシーニで、さらにその息子がいるんですけど、セザール・フランソワ・カッシーニで、で、さらにその息子がいるんですけど、ジャン・ドミニク・カッシーニ。なんで、まあ最初のジョバンニ・カッシーニから4代にわたって、パリ天文台で天体観測を続けて、いろいろな、研究をして業績を残してくれるんですよね。で、さらにそのカッシーニ一族がですね、その王家からですね、フランス全土の三角測量をしろっていうふうに言われて、で、まあその当時も三角測量、まあ地図みたいな感じかな、全部を測量しろっていうふうに言われたすごい権威があることなんですよ。それを託されたのがカッシーニ一族なんですよね。なんで最初のジョバンニ・カッシーニだけで終わるものではなくて、フランス全土なんてかなり広いですよね。で、そこから孫の、息子の代、孫の代、ひ孫の代みたいに4代にわたって、で、三角測量をするんですけれども、それの一番最初は、そのジョバンニ・カッシーニがやり始めるんですよ。で、終わったのがですね、その4代目のジャン・ドミニック・カッシーニの時で、まあ、終わったのがですね、フランス革命の最中だったんですけど、1793年に終わるんですよ。なんでものすごい1世紀にわたって測量は行われるんですよね。やっぱそれを託せるのはもう名門のカッシーニ一族しかないと。そんな感じですね。っていうのが見どころなんじゃないかなって、カッシーニの。
なんで、すごいいい子なんだろうな。で、業績もやっぱすごいんですよね、家臣業績っていうのは。で、なんでそんな有名なカッシーニなんですけど、なんでカッシーニって言われても4人くらいすごい人がいるんで、どれのカッシーニみたいになるんですけど、だいたいカッシーニって言われて、多分1代目の、ジョバンニ・カッシーニになるとは思うんですけれども、例えば1997年にですね、アメリカが打ち上げた、土星探査機があるんですけれども、この名前がカッシーニだったり、月とか火星のクレーターの中にもカッシーニにちなんで付けられた名前があるんですけど、なんで天文ってたカッシーニっていうのが結構出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。それで第10回目はですね、さまざまな科学者と協力した天文学者であるジャン・ピカールっていう人を紹介したんですけれども、まあなかなかその科学史の中で本とかで見てもジャン・ピカールはマイナーなんじゃないかなっていうふうに思います。でフランス出身で、1620年7月21日生まれなんですよね。でピカールはですね、何したかっていうと三角測量とかをした人なんですよ。なんでまあこの前にカッシーニっていう人がいたわけなんですよ。で、結構結構そのこの二人は仲が悪かったんじゃないかなっていう風に思うんですけど、仲悪かったとは書いてなかったんですけれども、まあ要はライバル関係みたいなんじゃないかなっていう風にまあ書かれてはいます。なんでそこまですっごい仲が悪いエピソードはないんですけど、なんでピカール自身もその三角測量したい人なんですよね。でピカールはフランス出身で、カッシーニは前回紹介したそのカッシーニは要はイタリア出身で帰化した人なんで、まあイタリア出身じゃないんですけれども、三角測量できる人だったんですよ。で、カッシーニとピカールって同世代だったんで、じゃあどっちに三角測量をお願いしようかっていう風に悩んだ結果カッシーニが勝ち取ったみたいな感じなんで、ピカールとしてはみたいな、俺じゃないんかいみたいな風に思ったんじゃないかな。なんでライバル関係だみたいな風に。でカッシーニとピカール自体はすごい研究も近かったんですよ。なんでそれもあってまあライバル関係だったんじゃないかなっていう風に言われています。でピカールはですね、まあ研究も研究ですごいいろんな研究をしたんですけれども、まあ一番はですね、その時の科学者たちをつなげてくれた役目の方がすごい大きいんではないかなと。で、様々な科学者と知り合いだったんですよ。で、まあまずはですね、ガッセンディってピエール・ガッセンディっていう人がいるんですけど、その人の弟子として、ピカールはつくんですけれども、なんでまあ、その、結構この年代の、科学者っていう風にいくとガッセンディっていう人も科学者も結構出てくるんでは来るんで、まあそういう人と、まあ、顔が広いわけ、その当時で天文学って言ったガッセンディみたいな感じで、言われてたんじゃないかなっていう風に思うんですけれども、さらにそのホイヘンスとかバルトリンっていう人とかハッテとかヨハン・ハッテとかヨハネス・ヘベリウスとか私の動画でもこの後に出てくる、科学者何人かいるんですけれども、まあ当時はですね、要は今みたいに電話とかメールとかっていうのがなくて、もう手紙だけなわけですよ。だってで、まあ場所にはよるんですけど、一回手紙出すと数ヶ月返ってこないわけですよね。なんでそれで交流っていうのが頻繁にできなかったんで、それで
その個人でやり取りするっていうのは大変だった。でさらにその科学者たちのつながりを持つことも大変だった時に、やっぱり人と人をつないでくれたのがこのピカールっていう。でその当時のフランスって言えばパリ科学アカデミーっていうのがあるんですけれども、まあその初期の中心人物だったんですね。なので顔もすごい広かったんですよ。なんでいろんな科学者と交流を持って科学者たちをつなげてくれたっていう役目が結構でかかったんじゃないかなっていうふうに思います。で ピカールはですね、この他にもですね、ベルサイユ宮殿の噴水の水を供給する問題っていうのを解決したりするんですよなんで天文学とか測量以外でもこういうこともしていたり、いろいろやっていた人物だったんではないかなっていうふうに思います。はい、ということで今回は第6回目から第10回目の科学者について紹介していきました。ということでですね、ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。